はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ポリピチとうとうこの時間がやってまいりました。もう笑うしかない。やりましょうか。じゃあやっていきましょう。ここだね。あ、これ何か色が違うっていうのは、あ、条件通ってないんだこれ。どういうこと、これ私どうやって撮ったのかな。いやもういいや、思い出したくないわ。やめときましょう。はい、終了ね。じゃあこれだね。でロードしてこれだね。でどんな感じだったかな。ビューっといって崩れて、目も当てられない。目も当てられない。こうもうちょっと緩やかにすべきなのかな。かといってちょっとね、緩やかにすべきなのかな。ちょっと、ああ緩やかにしようとするとこれずらしていかないといけないんだね。そういうことだね。そうしないと回りきらないんだよね。こっちにシワがね、こうかな。でこういう感じで、でこう、これダメな気がするな。ダメな気しかしないね。でこうか。じゃあ行ってみましょうか。おっ、おっ、ちょっと待って、もう一度見せて。こう行って、おっ、開けてたらいけそうな気がしてきた。どっかね、この辺が開いてたらいいのかな。ダメで、痛そう。痛そうね。こういう感じかな。おおおおおお、いったいった。こんな早くいけたね。どうするこれ、もっぱつ。とりあえずセーブだ。はい、セーブね。もう上上げでいいですよ。もう一度いってみましょう。おお、おお、中乗ってる人えらいことになってるよね。さあ、じゃああとはいかにお金を減らしていけるか。ここいるのかな。これもうちょっと短くしていけない。どんどん減っていくかな、お金がね。うい、おお、いったよ。23,000円いったね。この方が良かったね。じゃあもうちょっとこっちもまっすぐで。ああ、これはダメなんだよね。ここだけであんなに変わるもんなのかな。あんまり変わるんだね。ほら、あら、ちょっとちょっと、いけなくなっちゃってんじゃない。これは何がそんなに違うんだろう。あら、ちょっと待って。もうなんかいけなくなっちゃった。関係するのかな。ひょっとしてこれやるたびに変わったりしたりしてね。ちょっと待ちなよ。オートセーブスロット、予算って何これ。おや、意味が分かんないね。予算って何だ、よく分かんないね。あ、ひょっとしてこれ一番安くて行きたいやつとかそういう意味なのかな。うにゃ。うにゃ。
オートセーブスロットは？そんなのあったんだよね、オートセーブスロットなんか。ちょっと待って、ちょっと待ってね。おい、あ、これか、いけたのは。なんかいけないんだけど。これ、どういうこと？なんかやるたびに結果が違うんだけど。なんでやるたびに結果が違うんだろう。ここでいけた。あ、いけない。何これ。やるたびに結果が違うのがちょっとすごく不思議なんだけど。まあ、いっか。いけたということで。でももう一回見ときたいな。なんだろう。お、今度はいけたね。もうわかんないや。次行っちゃおう。車、油圧、車だね。はあ。A は A でいいんだね。C は C まで。意味がわかんない。あ、そういうことか。A がまず行って、あとふにゃーって上がって C が動くと。はあ。まあ A はこのままでいいよね。あれ？なんか道が6ってことで道決まってんの？あ、何これ。どういうこと？で、ああ、これグリッと入れない。これ多分ね、またパート2いっちゃうよ。てかね、そろそろこのゲーム、ポリブリッジ、終わったらダメかな？ もう十分ね、元取れたよね。私、こんだけやったら。これ600円ぐらいで買ったのかな？持ってんすかったかな？セールで買ったんでね。もう元は十分取れたんで、これでいったら？おう。で、この後どうするつもりなの？おう。これでここまで持っていけと？ああ、分かった気がする。分かった気がする。またジャンプだ、これ。もう橋どこ行ったんだろうね。ほんと橋どこ行ったんだろうね。こういう感じじゃない？え、違う。それじゃない。もうね、なんだろう。コツしかないんですけどね。届かない。トファラウェイはまじいな。トファラウェイはまじいんで、届く範囲で置かないといけないね。で、こういう感じかな。で、ポイッと。違うね。ポイッと。で、届く範囲で、これ届きすぎだね、多分ね。で、あ、でも今日のノルマ達成したからよかったね。でも、あそこまでシビアなセッティングいくと、やるたんびに結果が変わるんだね。今までやるたんびに結果変わることはないなと思ってたんですけど、こんな単純でいいのかな。どうもね、違う気がするんだけどね。あ、そうだ、実はね、今日ね、長男のね、大学の入学式だったんですけども、うちの子供もね、もう大学生になりましたよ。ほんとね、思えば遠くへ来たもんだね。いやー、ちょっと感慨深くなりましたね。いやー、まあでもね、ほんと私ね、子育てちゃんとしてないからね、親がいなくても子育てっていうのを逆に実感したかな。ほんとね。いやいや、もう、早く手離れしてくれたらね、私も第二の人生を と思っちゃってんだけど。さあ、ロープ張りましょう。から貼って、さあどうでしょう。で、これでビューン、登りきら、ああ、登りきらないか。登りきらないんだね。仕方がないね。こうかな。もうちょっと、はい、これでどう。ウィカバリー、よいしょ、いったよ。で、これがドーンと。
もうちょっとか。どうしろというの、これ。これはどう、あ、なんか見えた。あ、見えた見えた。あ、見えたよ、これ。ここ外すんだ。で、で、コピーして、ペロッと。こういうことできるんだよね。で、これを、パスはこの間落ちと、落ちると。で、よいしょ。この橋も落ちちゃうのかな？これ落ちちゃう？あ、落ちるね。落ちちゃうね。ということは、とりあえず鉄骨ぐらいでつなげときましょうか。で、うわ、予算超過だ。おお、そうなるよね。そりゃそうなるわね。これ以上作ることはできません。ああ、そうなのね。じゃあ、これは、こう？で、これもこう。で、ロープ。もう、ぶっちゃけ、ふにゃふにゃって上がるやついらないね。あ、これ、油圧ね。油圧いらないね。予算超過だけど。1万5000でこれを実現しろっていうのね。あららららら。こうかな。もうちょっとここのセッティングかな。おい。登り系、登り系、登り系。よっしゃ、いったー。おい、頑張れ。よっしゃ、いった。いったね。これでもこれ以上、これ以上予算を削減って言ったらもうこんなんしかないもんね。あら、すごい、今日はもうこの18分、あ、18分じゃないね、12分でノルマ2つ達成してる。すごい。いや、もう今日はここで終わっとこう。この気持ちいいので終わろう。ちょっと待ってね、行けたのでセーブしておかないと。あ、いやいやいや、それダメ、それダメ、それダメよ。これいけたよね。いけたので一度セーブしておかないとね。あ、もう乗ってる人なんかどうでもいいよね、もうね。よいしょ、よっけーと。はい、いけましたね。で、これセーブしておきましょう。いや、なんかね、なんかすごくいい気持ち。よいしょ、ちょっと欲張っちゃおうかな。はい、これで、ちょっと早送っちゃおう。いけたね。あ、いけてないの？あ、いけたんだね。これで3万1000位。3万1000位ね。もうちょっと。こんな感じでは？うい。よいしょー！いったよ。お、2万3000、1万円、え？ 8000 ぐらい上がったね。8000ぐらい上がったね。それでも、こんなこのステージを3万人ぐらいがやってんだね。びっくりしちゃうわ、本当に。おい、これでは？おい、ってらっしゃい。はい。刺さっちゃったね。おお、いったいった。これはすごいよ。あ、今順位見てなかった。もう一度。もうガンガン飛ばしましょう。刺さるんだね。これは結果変わらないんだね。おお、2万740まで行きました。これね、どっちが安いんだろう。これ12567、12567。あ、こっちの方が安いね。お、あ、ダメだね。ダメだね。お、こっから出すのもどうかなっていうのがあるんでね。これ、12567じゃなくて、あ、あ、ダメだ。油圧上がったらガッチャンガッチャンになっちゃうね。ただこれ条件、油圧動かしないんで条件が多分いってないんですけどね。条件ダメだと思うんですけど。こっちの方が安いかな。お、こっちの方が断然安そう。お、
それでいけたら安い。すごく安い。これダメな気がするな。行ってみましょうか。ああ、もう赤くなってんもん。これでは？ 強度が足んないか。もうちょっとこうだったら？ああ、ダメだね。足んないね。ああ、これもダメだ。こっちだね。おお、いけないかい？ああ、これダメだな。ダメだね。ああ、1万2500。もうこ、ああ、ダメだ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 、
これだな。うん、これだね。これだね。いいよね、この刺さってのね。よし、これでよしとしておきましょう。じゃあね、今回すごく短い。16分で終わっちゃった。ああ、気持ち、もう次行ったらね、凹みそうなんでね、もう今回この気持ちいいので終わらさせていただこうと思います。なんだっけ、ポリブリッジだね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。